まあタイミング的にはそろそろかな、ならば石川さんではなく、まあこっちのオーラため乗りに任せよう。いざ戦場へ。そうだな、ならば一旦ここを攻めてもらおう。あとか言っていると 石川さんがやってきた。有効が 上昇ね、まあ、ちょっと何か察知したかな。でもちょうど南部春政がだいぶ傷ついているんですよね。敵は撃って出てくる様子はない。ならば次はここに行ってみよう。角の盾。かしこまりました。為則も一体何のためにここを通っているんだよっていう気分にはなっているとは思いますが。表情を始めましょう。先月の終始です。だがそうこうしている間にどんどん我々は防御を固めていく。あとは整備ぐらいかな。一応こっちもやっておくか。春政はどう思っていたろう。為則を南に向かわせる、一体どういうことだみたいな感じになっているかもしれない。いや別に攻めなくていいですよ。じゃあこの辺まで行ってみよう。お任せください。機長さんも順調に育っていますね。じゃあどうしようか。兵糧はまだまだ一月以上残っている。じゃあ次はこの辺。長沢に向かうって言うんですけどもね、その意味が果たして分かっているのかどうか。表情。さあ大浦為則、決死の強行軍をしておりますが、果たしてどこへ向かうのやら。兵糧が心もとないな。ここまで来ても出てくる兵いないんだ。どこまで行ける。こう通って、じゃあこう行こう。お任せください。おや、ヨステルに切り替える、まあイベントとかないんですね。報告いたします。すごいな、誰も撃って出てこない。まあ攻めないだろうとは思っているんでしょうけどもね。じゃあこういって、いやちょっと越後に行ってみようか。じゃあここ、どこまで行けるかな、この兵力で。おや、大浦森信亡くなった。ご命令くだされ。先月の終始です。まあ70超えていましたもんね。物資はどんどん溜まっている状況で、今のところ投資はさせてはいるんですよね。こっちは兵力は2000、波岡御所は兵力は1254。他の部隊は動く気配は、いや、いるな。あれか、春政帰ってきているんだ。兵力がだいぶ落ちているぞ春政。さあついに越後に到着。じゃあ次はこう行こうか。こう行ってこう。おお、まだまだ倒れない。表情を始めましょう。先月の終始です。一体何をやっているんだろう私は。次兵糧が入るんですよね。もうちょい強化しておこうか。通して一旦こっちかな。もう治水は十分だ。これで回収ならどこまでいける、あと1段階できる。まあ言うても防御力をちょっと上げるぐらいか。波岡御所か、それとも野辺地か。こっちを
上げておこう。回収に取り掛かる。お、誰も出てこない。じゃあどこまで行ける。次はここ行って、この琵琶なんて呼んだろう、琵琶系か、承知しました。そこまで行ってみよう。おっと、まだ兵力は持っている。ならばここに行って、この辺が限界かな。まりました。兵力は40人。先月の収支です。すごいね、ここまで来れるんだ。あの腰兵糧のみで、ま、そのおかげもあってか残り兵力は201人。こっちには武将4人入っている状況。南部家兵力は9000か。それでも結構ありますよね。で、黒人衆ですけれども、どうやらここ、あとはここ南部家 100%。 一応北にもあるんですね。お、ここは南部 100%。 なるほどね。ならば取り込みで、こっち城下に移ります。よし、これで独立した時に、まあ、石川さんはここの黒人衆の援護は得られなくなる。ならばそろそろ時が来たようだ。織田信長独立である。南部家から独立。今こそ旗揚げし天下に歯を唱えん。まさかそんな野心を持っていたとはな。そうだな、上昇を任せたのは迂闊だったな。あら、でも家紋は織田家ではないんですね。ちょっとこう色違いにはなるかなと思ったんですけれどもね。こっちはまだまだ健在の状態。武田とあとは徳川かな。いや、まあ松平かな。攻めているな。織田家もだいぶややこしいことになっていますね。武田もどうやら進軍している様子。ここを取っているんだ。武田とは敵対、まあ敵対はしていないかな。まあでも関係は良さそうだ。なるほどね。これで南部家とは断絶状態。兵力は3400対6035。で、ここの大浦さんは消滅するしかない状況。黒人衆はどうだろう。織田家 19%。 こっちは独立制。一月様子を見るか。黒人衆の力は欲しいところではございますが、まあすぐには攻めては来ないかもしれない。でも南部さん結構積極的なんですよね。これで名声が上がった。ご命令ください。先月の収支です。これで家臣団、一門衆はもちろん機長、譜代衆はいない状態。これでみんなついてきてくれていますが、忠誠が低いな。そこそこ仲良くしていたつもりなんですけれどもね。友好が上昇したところで変わりはない。機長さんだけか、ブルーなのは。を目指す天下が違う。まあそこはみんな保守か中道系ぐらいですよね。進出は波岡御所。お、ちょうどここに川がある。牧場と、あ、ここも牧場か。労力は3余っている。整備するにしても、まあ、今やった方がいい場所はないな。基本海を通ってこう通っていくつもりなんですよね。じゃあやっぱ投資かな。怪獣はどうだろう。54か。
69、70まではいけないか。ただちょっと思ったのは、今ねこの石川さんの部下が決死の強行軍をして兵力を減らしている状態、石川城を攻めてみるのもありか。まあでもそうくれば南部さんがこうやって多分援軍に来ると思う、そこを狙って三戸を落とすのもありだが、まあ多分兵力は多いんでしょうね。全兵出兵するとも、まあ、思えない。ならば一旦信長の部隊出してみるか。ちょっとこれだけ残して信長と、あとは石亀さんの臨戦、あとは激励かな。これだけ残しておいて一旦出陣、波岡御所まで行きましょう。調略はもう十分かな。あとは労力が3余っているんで、ちょっと兵舎を鍛えておこうか。これでどう動く。野辺地を攻めようとするか。出陣します。小笠原さんがちょっと様子を見に来た。陸奥福島を落としたところで柿崎が動いてくるかもしれない。落としやすいのはもちろんこっちなんですよね、まあ、そうすれば城は3つに増えて、まあ、兵力も増えやすくはなって、でここの石川城も落としやすくはなるんですけれどもね。お、それを察知してか春政が動いた。先月の収支です。報告いたします。1900。まだ武将が残っているな。兵力は5500、こっちは3500。劣勢な状況でいかにして南部家の城を取るか。こう寄ってこうかな。耐久戦ですもんね。皆の者続け。ここを攻めたところで南の春政がやってくる。で三戸を攻めたところで九戸が来るかもしれないし、こっちに武将と兵が残っていれば、まあなかなかね耐久6000の城を落とすのは厳しい。おそらくは一つの門で耐久は1000あることを考えれば、今の兵力で落としやすいのは陸奥福島。小笠原さんか。一旦寄らせてこの辺かな。あとは建設と進出ができる。ならば一旦野辺地、ここの兵舎の投資を解除しまして、で進出。お、野辺地か。じゃあ次はこっちかな。でさらには建設で、ここで水田。あとは調略をかけて黒人衆を援軍に持ってこれるようにしましょう。野辺地から出した方がいいか。 99% 誰に生かしても 99% で、次はこっち。まあ、お金はたんまりとある状態。で次は波岡から出す。機長さんと、あとはどうしようかな。底力でいいかな。まあでも城を守るならば防御力はあまり関係ないので、コブを連れていこう。戦場で華麗に舞いましょう。我が戦お見せしましょう。でそう出てくる。お、斎藤家が松平によって滅ぼされました。こっちは石川城に向かっている様子。待機します。黒人衆は来ないか。ならばここにて野戦にて打ち破る。進め。さあ同じノブの血を持つ者同士。続きなさい。
来たぞ小笠原信清。さあいざ勝負。ここは引きます。おやおや、先鋒を使う前に敗れるか。たやすい。ならばこの二部隊で陸奥福島攻撃。承知いたしました。手出しは無用だ。いや手出ししたいな。ほら来ているじゃん南から。敵を追い詰めるのです。この状況ならば南部春政追いつくかもしれない。進め。一応二方向から攻めているとは思いますが。お前に従え。もっと機長さんそっちか。お任せください。行きます。続きなさい。ここは引きます。そっちは200人で応戦する。城門を破壊しました。ならば迅速。これで決めます。承知いたしました。皆の命を私に預けてください。敵城門突破しました。小笠原は引いていくか。なるほどなるほど。我の命に従え。そうだ、我が命に従え。これで決めます。あとは南部春政が来るタイミングだ。臨戦はちょっと置いとこうか。敵城門突破しました。ならば小笠原その背後を狙わせてもらおう。かしこまりました。城門を破壊しました。ここで臨戦で若干移動力強化。の意地見せるは今ぞ。俺の命に従え。ここは引きます。城門を破壊しました。さてあとは待機。手出しは無用だ。そうだ、手出しは無用だ。皆の者続け。さあ来たな春馬さ。だが残念だったな。俺の命に従え。お任せください。貴様が来た頃にはこの城は落ちる。見えたぞ天界の道が。さあ陸奥福島陥落。さらには南部春馬さの1900の部隊壊滅。この城信長がもらい受ける。お、信長の野望を取得したか。この信長からは逃れられぬ。そういうことですよ。ならば次は波岡御所。俺がやろう。機長さんは騎乗。いや、なかなか素晴らしい戦果だ。始めましょう。先月の終始です。次は陸奥福島。一旦波岡さんを置こう。あ、でも忠誠低いな。忠誠で言ったら北先生かな。お、陸奥福島を落としたことでこの八甲田山州支持率独立性 8% ならば一回怪獣をかければ我々の支持率 100% になる。素晴らしい素晴らしい戦果ではないか。とりあえずは波岡御所に帰ろう。で次は石川さんを攻めましょう。あとは津軽が、津軽じゃない、あとは柿崎が若干心配ですが、北さん出陣。石川城攻撃。多分援軍は来ないはず。よし、さあならば石川城攻撃。俺の命に従え。いけるかな兵力。ちょっと心配ですが。戦場で華麗に舞いましょう。耐久がそこそこ高い城、部隊が壊滅しなければいいんですけれどもね、まあ、もしくは野辺地に攻めてくるか。一応武将は一人いるんで、まあ守れるっちゃ守れるか。養生を始めましょう。先月の終始です。お、ここも行けるんだ。
修理するには労力が足らない。ならば一旦調略かけて北さんお願いしましょう。黒人種はだいぶ多いですね。密談は安藤ぐらいか。物資も十分にある状況。黒人衆は来てはくれないんだ。行けるかな。相手兵力は1000人いる。進め。ふむ、どうやら平城タイプか。一方から攻めた方がいい。まあどうせ援軍も来ないからこっちから行こうか。お任せください。もしくは合流を待ってみてもいいんですけれども。承知いたしました。俺の命に従え。できれば一点突破できたい。まあ最短、まあ門からの最短ルートで言ったらこう行くのがいいかなって考えれば、3人でまとめていきたい。ここで決めます。まあ三段打ちとかたまればいいんですけれどもね。もうちょいでたまるか。かしこまりました。あとは機長さんを待とう。みんなの命を私に預けてください。よし、ならば攻撃開始。俺の命に従え。かしこまりました。それで決めます。続きなさい。これで三段打ち。この炎で灰となるがよい。素晴らしい。あとはコブ。我らが行くぞ。とくとご覧あれ。激励は守備力強化か。まあコブさせている部隊もいるから一旦置いとこう。さあ一気に攻めよう。強化時間はまだまだ持っている。ここは引きます。城門を破壊しました。よし、まずは一つ突破。次はこちらだ。手出しの模様だ。で、信長さんはちょっと下がろう。俺がやろう。で、ここで激励。力の差、見せてやろう。我が道を開けよ。俺がやろう。お、側面から撃ってくる。移動力低下ぐらいならいいか。こっちは何だろう、時の声か。教えてやろう、我が戦を。お、石川さん吸収持ち。北さんが持たないぞ。おや、見捨てると。まとめて倒しにかかると思ったんですけどね。承知いたしました。おっと、下がっていってしまうか。信長さん三段打ちはまだまだ使えない。兵力はなんとか持っている。我らの攻め、あなたに見切れますか。お、突っ込んでいくね、機長さん。敵城門突破しました。できればこのタイミングで神速使ってほしかったんですけどね。これで終わりだな。この炎届くかな。俺がやろう。でもまだまだ部隊いますもんね。おっと、機長さん動いてくれなかった。俺がやろう。かしこまりました。お、そこにいたか。森信が後ろからやってくるな。さあこのイケメンに勝てるかな。これで決めるぞ。手出しの模様だ。よし、倒した。信長さんは敗走するかもしれんが、続け。この攻め見切れまい。我が道を阻むな。容赦はせぬぞ。あと11人倒したら終了なんだが。かしこまりました。引くぞ。よし、倒した。これでいけるだろう。包囲状態でしたからね。この信長からは逃れられぬ。
男と言ってもこんなものですね。よし、石川城陥落。これでこの津軽地方は、まあ、この辺の地方は我々のものとなった。南部さんは残り三戸と、あとは九戸のみ。なかなか素晴らしい戦果だ。ならば交代。起乗します。まあ入場してもいいんですけどもね。まあいいや。あ、そう通るんだ。あ、なるほどね。びっくりした。こう下から回るのかなって一瞬思ったが。どうした川原さん、却下ですよ。お、信近に子供が生まれました。表情を始めましょう。先月の終始です。なんか愛の字っていうのもなかなかかっこいいな。制作か。制作を取り行います。兵の分離ね。やっぱり人口が少ない、東北地方ならばやってもいいんですが、費用がかかりすぎるな。現在の収支1400か。完全にやってしまうと赤字ですよね。信長さんもまあそこそこは成長しているかな。でも他は忠誠は低いまま。こっちは健在か。この調子ならこの信長がここに来る頃までにはなんとか勢力は保っていそうですよね。なるほどね。まあなかなかいい状況で独立し、ここまでまあ早々と勢力をまあ広げることができました。織田家は4700、南部さんは2800。まあそれでもこの三戸は健常。まあ落とすのは容易ではない。とりあえずは軍備を整えて、まあ北に向かうか、それともね、まあ南部さんをまあとどめを刺していくかは考えていきましょう。では今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。